前回のカズさんワールド、清原との戦争が激化。ついに橋の上に人参畑のタワーを作られちゃいました。清原ジャングルの木の上にさらにジャングルを生やしたりましたわ。どうだこの野郎。どうもドゼルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、トモです。どうもです。ということで本日はこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします、ということで、ボンさん今日もですねこちらカズさんワールドにお邪魔しております。よろしくお願いいたします。こちらね、毎日更新で、4月もカズさんの、ね、ワールドにお邪魔して、まあ、いろいろな、マイクラをやっているわけなんですけれども、はい、いや僕ね本当に怒ってることあるんです。今回何本当怒ってること。いやもうね舐められたモンさん。え今回はおこよ。おこ、うん、え誰に。このワールド主カズさんでさ。カズさんに、うん、え、なんでなんでなんで、ね、最近僕たちなん裏でなんて言われてるか知ってます。死のいい後輩だなみたいなじゃないの。いつもね、手伝ってて、あいつらのドッキリ、うん、甘がみだなって言ってるんですよ。甘がみドッキリが。いやだから僕たちのことチキンって言われてるんですよ。なるほどね。そんなこと言ってるんですか。いやいやもうカズさんね、はい、あのこっそり裏で動画で言ってるらしい、うん、こっそりで動画で言ってんの。全然こっそりでも裏でもなんでもない。大ピアで言っとるよ。もう本当に、はい、全カズさんワールドを見てくれてる人たちに、はい、甘神だなって僕たちがもう言われてるわけ、印象操作されてるわけです。はい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 、はい、甘神してるぞ大体。これはね、うんうん、ちょっと僕たちも黙っちょれんぞと。確かに、うん、いつまでも甘神してると思うな。出ちゃうかな。いやもう今日はね本気の嵐よ。今日は出ちゃう。本気の嵐。本気の嵐。噛む、噛みつく。もう噛みつく。あのウームの狂犬と言われた僕たち2人がですね。いやいやいや僕たちそれともウームじゃないよ。ウームさんじゃございません。ウームじゃなかった。ウームさんじゃございません。違う違う、ごめんなさい、僕たち違う事務所でした。そうそう。やめてよ。それはもう噛みつく、もう噛みついてる。早い。いやいやもう。すげえ、ウームを名乗る。急にウームを名乗る。いやいやもう本当に噛みついてるわ。本当にこれはね、あのおこですよ僕たちは。今日はカズさんが一番大切にしてるあのスイカ畑。おう。あのスイカ畑はですねカズさんのなんで大切にしてるかっていうと、はいはい、エメラルド交易にめっちゃ効率がいい。そうなんですね、結構動画の冒頭でも刈り取って絵を描いてます。割と心臓部分なんですよ。なるほどね、うん、あのやっぱね表だけの嵐だともう面白くない、はいはい、確かに。一番大事な一番このエメラルドの心臓部分、カズワールドの心臓部分を今日はね、はい、根こそぎスイカをカボチャにしたいと思います、はい。スイカ畑、スイカ畑カボチャにしたいましょうよ。噛みつきましょうよ今日は。いやもうねあの別物ですからね、スイカとカボチャ全然違うもんのよ。だってさあのパンプキンパイだと思ったら、うん、スイカパイ出てきたら最悪でしょ。びっくりする。確かに麦茶だと思ってめんつゆ飲んだら大変なことになるでしょ。大変なことになる。それよね、それよね。夏にスイカの代わりにカボチャ切って、出されたらもう最悪でしょ。最悪それは最悪。夏にさ、よく冷えてますよって、よく冷やしといたわよとか言って、かぼちゃをさ切ってお母さんが出してきたら最悪だ。もう戦争でしょ、それは。戦争もうそれをねやってみましょう。オッケーオッケーオッケー。今回はカズさん噛みついていきますよ本当に。やってみましょう。こちらね丁寧にあのどなたかがですね、はい、かぼちゃを大量に共有倉庫に、共有倉庫だから我々も使っていいやつですね。あ、これ使っていいやつです。ありがとうございます。で、今回ですね、まあただね、うん、このかぼちゃを植えるって、はい、あれすると、まあ、嵐の後片付けがねのちょっと大変、ただ面倒くさいだけになりますからね。そう、僕たちも、はい、やっぱ嵐の美学がありますから。おうおうおう、僕たちなりの、はいはいはい、嵐は、はい、あの裏蔵を大変にしないっていう。あ、なるほどね。そう、面倒くさくしない。面倒くさくないやつらになりたいんで僕たちも、はいはい、だから今回スイカは苗はスイカのままで。なるほどね。実だけ取り替えたい。実だけかぼちゃね。実だけかぼちゃ。実だけ取り替えた。ただ植え替える、はい、泥棒じゃなくて違うものを植えていく。苗はそのままスイカのままなんだけど、はい、かぼちゃだけにして、見た目かぼちゃにしときたいなと思います、はいはい、よろしくお願いします。ありました。いやーこれか、ね、でかっ。いやこれはだって相当よ。すげえぞ。とりあえずじゃあ全部刈り取りましょうか。これも普通にこうやって刈り取っていいんですよね。そう、それかシルクタッチがあれば。あ、シルクタッチの方がいいんですか。どっちがいいんだろう。どっちがいいんだろう。攻撃的には。あ、シルクタッチじゃないと意味ないか。そうね、そう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 。じゃあこれシルクタッチの
シルクタッチ斧が必要。斧があった方がいいのか。僕今鶴橋でやってます。鶴橋でやってますわ。でも斧の方が早いですよね。早い派手。あ、シルクタッチのあれか、斧が必要なのか。そっか、そういうの必要だったんだな。これ以外にシルクタッチの斧とか使ったことないですよね。ない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 。ちょっと待って、もうさ、斧がないと相当時間かかるわ。しょうがないってしょうがないって。これは僕シルクタッチの斧作ってきますわあ、でもレベルが足りねえかな。作れるかな。おー、ちょやばいやばいやばい。いや、そこは絶対ダメよ。これあかんよ、あかん。絶対ダメよ。おー、やめろやめろやめろ。絶対やめて、やめて、ここは本当やめて。絶対ダメ。じゃあ離れて、離れて、ちょっと待って、とりあえずこっち来い。絶対あかん、絶対あかん、絶対あかんよ。カズさんのもうど真ん中。おー、やめろ。おえー、クリーパー、本当ゴーレムがクリーパーやってくほしいわ、本当。よしよしよし。本当そうね。なぜかね、こいつら癒着しててゴーレム反応しないんですよ。寝ますか、一旦。一回寝ましょうか。そんや、よく寝たインカズさんハウス、あざす人んちの家で、人んちの家で想像しやさを。これでも今のもう本物と間違えた方もいらっしゃるんじゃないでしょ。いないよいないよ。え、いない。そうです、今本物の音声を使いました。使ってないでしょ使ってないで、やめなさい。使ってないで、やめなさい。なんでこんなに湧いてんの、カズさんは。カズさんのします。めっちゃ湧いてない。めっちゃ湧いてるんだけど。これね、やってるそばから、はい、ちょいちょいスイカ生えてきてるんですよ次のスイカが。これやばいでしょ。これちょ、斧じゃないとあまりに遅すぎてシルクタッチで取れないですね。めっちゃここボンさんゾンビの声しません？めちゃくちゃする。地下かな。地下か、隣にはいないよね。地下っぽいな。地下だな。巻き潰ししてあげますか。しましょうしましょう。さすがにちょっとどっから聞こえます？めちゃくちゃ聞こえるよ。その辺っすね。この下ら辺っすね。それうーわ、あ、スポナーなんだ。スポナーなんだ。あー、なんだ。じゃあじゃあこれ正解か。こんな近くにスポナーあるのいいっすね。ねえ、めっちゃ近かった今。ボンさ ん、今回僕たちあの、はい、嵐の美学によって、はい、あれじゃないですか、苗はそのままこうスイカのままじゃないですか。そうですね。でも苗だけの見た目だとカボチャと全く一緒だからわかんないね。そう、カズさんがあいつら苗植え替えやがった、やりやがった、本当にやりやがった、あいつら、うん、全部植え替えちゃったらさすがにそれなんかね、僕たち本当に嵐のみたいになっちゃう。本当そうよ。どうしますかね、そのかぼちゃ、かぼちゃ置いたかぼちゃって分かりやすくしたい。なんかだとしたら、はい、やっぱくり抜いてあのランタン、ね、ジャック王の上にある。そう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 。あ、しかも、はい、さ、母さん湧き潰しを結構これでしますもんね。これでやるじゃないですか、うん、これをやっぱいっぱい。あ、ジャック王ランタン、全部ジャック王ランタン、全部ジャック王ランタンしましょう相当な数よ。何個ぐらいあるんだろう。何個ぐらいあるんだろう。だってめちゃめちゃこの個数分ってことでしょ。そう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 。かぼちゃが足りるかな。松明とかぼちゃ大量にあったでしょ。確かに。松明は？松明も大量にある。オッケー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 。松明とかぼちゃと、とりあえずじゃあジャッコランタンの一回全部あれしないと。うわー、全部なくなったわ。オッケー。まあ、こっからちょっと生えてくるかもしれませんが。はいはいはい、ちなみに僕、はい、スイカ4スタック。スイカ？あ、すごい。それは僕もね、こっちに入れましたが、はいはいはい、この中に2スタックちょっと、2スタック、うん、で6スタック分のジャックオランタンを、はい、1、2、3、4、5、もっとでしょ。もっともっともっと、6以上か。やろうやろうやろう。やる、もう全部全部やろう全部。ああ、もうやる気だね、ボンさん今日。当たり前よ甘神なんて言われたからね。いや、確かに確かに。そっちねえぞ。やるしかねえ。やるしかねえよ、ボンさん。はい、あのジャックオランタンがね、48個だけこの中にありました。あ、これはもうちょっと使わせていただきましょう。すいません。で、松明と、あとハサミよね。ハサミ、大量にあるでしょ。じゃあもう、広場をとりあえず僕、行きましょう行きましょう行きましょう。こちら埋めていくので、ポンさんひたすら。ハサミ1個じゃ足りないかな。ハサミ1個じゃね、マジで足りないかもしれない。そう、いやこれ、やばい量のかぼちゃが必要ですよ。上から切れるのかな。あの、ハサミで切って、はい、やって、あ、上から、そういうことね。いける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 。余裕余裕余裕。じゃあその列お願いします。はい。上からだとヘタが向き変わるんで。あ、本当だ。すげえ面白い。なんか早いボンさん。ヘタの向きをちゃんと変えれば OK。 これであれ全然ボンさん変わってない。あ、そういうことか。あっち側が、あっち側が変わってんのね。
じゃあ僕どんどん置いていくんで、はい、ボンさんじゃあ収穫までお願いします。一回収穫してあれしないといけないですよね。そう、クラフトして一回松明と合体させないといけないから、ひと手間かけるけど、いや、まあ、嵐こんぐらいしないと甘神なんて言われちゃったから逆に優しくなってますね。大丈夫ですか。どういう嵐ってスイカをはさ、はい、全然違うもんにしてんだよ我々言うなればそうだけど、なんか再利用のことまで考えてますね、もうさそんなことないですよね。そんなことないですよ。あ、そっか、そんな甘くねえですよやっぱ夜はやばい、や夜はやばい、やばいやばいやばい、どうですか、夜はやばいです。夜は一回寝ましょう、一回寝ましょう、一回寝ましょう、もう作業中断作業中断、これはこれはね、沸きますから。いや、ボンさん、はい、多分ね、この長時間このひたすらジャッコーランタン作ってる間に、うん、スイカ全部生え変わるんじゃないかマジか。いや、だって相当な数よこれ。マジか。ちなみに半分もまだ終わってないからね。全然嘘でしょ。いや、ほんとほんとほんと、嘘でしょ。全然まだよ今ハサミが、ハサミ壊れました。ハサミが壊れる音が、1個目のハサミマックスから壊れましたやべえ、こんな作業多分今後やることないんだろうな。ないだろうね。これで湧き潰しのジャッコーランタンがね、うん、今後使い放題になると思えばそうね、こんな使うかなでも母さん本当にジャッコーランタンの湧き潰し好きですからね。そうね、うん、そうなのよ。まだあんの。いや、まだ全然あるってそうやひたすらジャッコーランタン。でももう終わりが見えてきました。あ、やっとか。やっと、よし、終わりでございます。オッケー。あとは反対側も全部あれになってるんで。オッケー。すーげえ。ポンさん。はい。これやってしまった。なになに。カズさんの道潰しちゃいましたわ。うん、あ。そうなっちゃうの。え。なるほどなるほどなるほど。そうそう。上にブロック置いちゃうと、そのちょっと掘られた道がね、やばい、これ本当の嵐になっちゃうな。道なくしたったになっちゃいました修繕作業。種がめっちゃ邪魔だな種がめっちゃ邪魔。種はね、めっちゃ邪魔。ちょっと今種を、はい、集めてコンポスターに入れてる。あ、素晴らしい再利用。それは作業してるんですよ。この数の何倍っていう種が、いや確かにできてるわけでしょ。そういうことですな。よしすげえ数、すげえ量っすね。これは種の量がすごいから、コップもはかどりますね。そうね、そういう意味では、うん、確かに。やべえ、コンポスター入れが、コンポスター入れが、やばいやばい、コンポスターが種でいっぱいになっとる。あ、やったな、ボンさん。今カズさんのぶつかった。お前カズさんのぶつかったやん。え、お前がぶつかってきたんやカズさんのゴールも今ボンさんがやりました。皆さん、衝撃映像。後で直すか、後で直すからな。え、うわ、かわいそうに、こんな痛々しい姿になって、かわいそう。まだ怒ってるかいや、ボンさん仲直りの握手よいしょ全部直さない。いや、1個しか持ってない、1個しか持ってないケチったかと思ったケチすぎでしょ。え、いやいや、ケチすぎでしょ。びっくりした、びっくりした。よし、あとはちょっとここの小道をね直して、小道が草になったら、そう、草になったらちょっとだけこっちに直しましょうか。このまだらな感じで、これもともとあった道なのかな、カズさんが作ったやつか。よいしょ、ここちょっと潰しちゃったんでね、後で直します。よし、かぼちゃ完了でございます。オッケー、いきますか、ボンさん。いきますか。いや、これであれよね、かぼちゃがまた全回復してたらランタン作んないと。あ、そっか、クラフトするのか。こっからクラフトよ。こっからクラフトか。え、松明、松明はもう無限に持ってきた。無限にある。ジャッコーランタンを、いいね、完全無限で。よし、完全ジャッコーランタン。あ、ボンさんの分もください。めっちゃありますよ。あざす。じゃあ完成したやつを渡します。で、ちょっと余った種を共有倉庫に。あ、いいっすね。 OK、 全ジャッコーランタン完成です。あざす。あとは、カズさんのスイカのところにジャッコーランタンを敷き詰めるだけと。いや、今回大掛かりでしたね。いや、だいぶやりましたね。だいぶやった。僕たちにしては全然手抜きじゃないね、うん、これでもうカズさんもびっくりしますよ
いやこれはビビるでしょさすがに。これはだって全部かぼちゃが、あ、全部スイカがかぼちゃになってるわけ。そういうことよ。これはおこですわ。いやだいぶ生えとる。いやだいぶ早いな生えるのお前ら。これやりますちゃんと。とりあえずそうね、うん、取りながら植えればいいのか。取りながら植えれば生えないからそこには。どっち向きにします、ちなみに。やっぱ見えやすい方じゃない、内側。あ、その畑側ね。畑側に。オッケーオッケー、任して。たまにスイカいても面白いですけど。確かに確かに確かにね。とするとボンジュールのジャッコーラジオのお時間がやってまいりました。皆さんこんばんは、ジャッコーラジオ MC のドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。このジャッコーラジオのコーナーでは、はい、マインクラフト豆知識を、ね、紹介するコーナーとなっております。はい、はい。マイクラ上級者の私たちがですね、マイクラ始めたての方、中級者の方に向けて、マインクラフトの豆知識を紹介するというコーナーなんですが、どうですかボンジュールさん、何かありますか。あ、最近の豆知識ですとマイクラをやりながら、はいはいはい、カップラーメンを食べるといつの間にか3分以上経ってますね。これ注意しないといけないですね。これだってあっという間ですからね、うん、あっという間。マインクラフトやってると本当にあっという間、あっという間でしょ。気がついたらもう、はい、できてるぞとみたいな。できては伸びちゃってるぐらいまで。ペヤングでやると大惨事ですからね。ペヤングはねもう伸びるとあれ本当に美味しくないですからね。本当辛いから、うん。いやもう私はですね豆知識最近知ったんですけど、弓ってドロップ増加つかないじゃないですか。あ、つかない、確かに。あの剣しかつかないと思うんですけど、つかないですね、その実は剣を左手に持って、はい、右に弓を持って打つと、はい、ドロップ増加がつくんですよ。そうなの。そう、片手に持ってると、片手に持って剣を片手に持った状態で、はい、剣を装備して弓を打つとですね、へえ、なんとドロップ増加をつけたまま弓で攻撃できると。めちゃくちゃ豆知識じゃん。いやなんか豆知識を紹介するコーナーだって言ってるじゃん。うそういう、本当にそういうコーナー。めちゃくちゃ豆知識やん。めちゃくちゃ豆知識でございます。はい、ぜひ知らなかった方は実践してみてください。やばい、めっちゃ夜、夜、夜、めっちゃ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 撃たれてる。めっちゃ撃たれ、ちょっと助けて、助けて、はい、オッケー、任せなさい。寝ましょう。ライジングサーン。ちょっと待って、画面に映ってなくてもあるのそれ。そのパターンある。画面に映ってなくてもライジングしちゃうパターン言うけど、はい、なるべく使われないようなやり方。なるほど、うん、絶対使われるでしょ。使わなく、その毎回は多分使わないと思うんですよ、はい、ライジングサーン、うん、たまーに差し込む、たまーに差し込むぐらいで、一応声は取っとくけどみたいなイメージとして、イメージとして、そうそうそう、尺稼ぎね。なんか違う尺調整、そういうんじゃなくて、いろいろなんか、はい、今回物った寂しいなっていう時ね。オッケーかな。オッケー。あとボンさん、クワ持ってます。クワあります。あ、クワここちょっと耕してもらっていいですか。植えます。あ、荒らしちゃったところをね。あ、直しました、直しました。あざす。ちゃんとこの嵐がないか。よし、オッケーね。いやこれはもうやばいでしょこれ。これやばいね。これはもう、でちなみに、うん、スイカとカボチャ一緒やんけと、思った方もいるかと思いますが、はい、スイカの方が交易のね効率がめちゃめちゃいいので。そうなんです。これはもう数、しかもジャッコーランタンは交易に使えないしね。回収したスイカはここに入ってますから。あ、ちゃんと、あの、そう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 、盗んではませんので。そうそう、はい、いっぱいあるんで、こちら、あ、入れておきます。まあ、カズさん的には、うん、板でなく、うん、かつ動画のネタにもなると。なんかすげえ正当化してるみたいな。我々を。いやもうね、違う、我々は元も思い出してない。あ、そうだ、甘神って言われたら、甘神って言われたらね、そうだよ、ここ僕たちももうね、やりますよそれ。そう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 、今後もですね、うん、まあ、カズワールドの強権として、うん、我々ドズボンはですね、もういろんな人に噛みついていきたいと思いますので、す、皆さん噛みついてほしい方がいれば、ぜひこっそり LINE をください。なんすか噛み、あ、本人から、本人で僕に噛みついてくださいって。
来るわけ、もしかして、もしかして、こっそり LINE いただければ、はい、そろそろあいつらの噛みつき欲しいなと思えば、はいはいはい、あのいつでも連絡していければ、はい、あの365日24時間荒らさせていただきます。よろしくお願いします。荒らさせていただきます。今日ちょっと濃すぎたんで、はい、ね、村人ガチャなし。そんなあれなの、濃すぎました。そうだ、濃いとないんだ。え、濃いとない。サクッとやります。サクッとやります。やるか。まあ、あれはだから毎日コーナーだしな。そうなんです、毎日コーナー。サザエさんのじゃんけんがなかったらすごいしっくりこないですもんね。そうね。今なくてもいいって思ってんでしょ。いや違う、今サザエさんの、いや違う、サザエさんなくてもいい。そんなことない。あ、道直してない、道直してない、道直そう、道直そう、道直して、道直して、道直して、ちょこちょこ開いてるんですよ。おしゃれで開いてんのか、いや、わかんない。よし、オッケー、こんな感じで。あ、コンポスター、はい、スイカ泥棒してないそれ。いや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 、これね、ボンさん、サボテンです。スイカは泥棒しない。スイカに見える。スイカは、いや違う、そんなのスイカに見える。スイカは泥棒しないですよ、サボテンだった。サボテンは、あの、はい、さっき拾いました。サボテン無限だから。スイカにしか見える。スイカは泥棒しない。スイカ泥棒したかと思って、やめてよ、人をスイカ泥棒扱いするの。人聞きが悪い。俺たち勝手にスイカをカボチャにしとるよ。俺たち、え、すごい、スイカをカボチャにしとるよ。俺たちは一線を超えないですから。一線超えたら、それ一線超えたら追放よ。そんなことしたら、なんかよく分かった。いや、最後にそこよく分かった。そこの線引きは僕たち誰よりも気をつけてるから。こいつから、はい、じゃあこいついきましょう。もうサクッと、オッケー、そうです。今日の動画どうせ長くなってるんだろうな、うん、サクサク、この辺はね、サクサクいきます。もう入れて、もう入れてるじゃん、どっちか分かんなくなった。はい、次回の分も、次回の分も。なんか、え、でも次回の分ってもうさ、あの別に運べないからね、2人一緒になってても。いった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 ね。よし、頼むぞ、そろそろ出てくれ。緑、あー、旗、ベッドベッド、旗、旗、うわー、惜しい、また青緑。え、2日連続じゃない、2日連続青緑ですわ。青緑か、いや惜しいのよ、惜しかったのよ、というところで、はい、じゃあ本日はですね、カズさんの大事な大事な、スイカ畑、ジャッコーランタンに変えたったと、いうところで、お送りいたしました。またね、もうカズさんに甘噛みと一切言われないよう、うん、これからも気を引き締めて、荒らしていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じ、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー。次回、島流し。